ベルデスクワットにします。あの審判員としてはとにかく、サッカーの魅力を引き出すっていうところが大きな目標の一つですので、そのために全力を尽くすので、そのためにやるべきことをその時にやると思ってます。なので、例えばその時に選手とのコミュニケーションが必要であればやるべきだと思いますし、例えばカードを示すことが必要であればカードを示すことが必要であると思いますし、まあ、コントロールっていうことよりもこうサッカーの魅力を引き出すっていう大きな、より大きな目標に向かって何をすべきなのかっていうのを考えてます。重さオフでゼロです。日本では本当にまだまだ、サッカー界でもまだまだ、これからというところなので、まあ、サッカーだけではなくてスポーツだけではなくて、もういろんなところにこの、そうですね、そういう女性活躍っていうことでつながっていけば嬉しいなと思います。